俺はね、焼肉のタンっていうとね、一郎くんを思い出すんだよね。また一郎くんはね、一枚一枚丁寧に焼いてくるんだよ。うわーって焼くのをね、すっごい嫌がるのよ。怒られるのよね。また神戸のね、坂の上のお父さんの焼肉屋さんみたいなところがあって、お父さんのところね、でそこのさタンがまた一枚薄いのよ、ね、でそれを丁寧に一枚一枚一郎くんが焼いてさ、ね、独特だよね、ああいう感覚は。またね、そういう感覚がおそらくバッティングに通じてるところがあると思うんだよね。皆様チャンネル登録よろしくお願いします。